プレーでしたよね。アルジェリア、さあさらに点差が開いています。ロングシュート、長い距離を決めてきました。キーパーからしたら相手ディフェンダーが死角になったというのもあるんでしょうね。なるほど。結果的には見事なシュートになりましたよね。はい、今日2点目のゴールです。